みんなこんにちは。ドレミファカーニバルのゆいなお姉さんです。いよいよ暖かくなって春が来たって感じだよね。こんな春にぴったりでお姉さんも大好きなお花といえば、そう、桜です。ピンク色でとっても可愛い桜。なかなかお花見にも行けない今だけど、お姉さんが今日は桜の綺麗な写真と一緒に意外と知らない桜の秘密を教えちゃいます。それでは早速満開の桜の下までレッツゴー。じゃーん、見て見て、とっても綺麗。桜といったら入学式や卒業式の時期に咲いている花だけじゃないんです。実は桜はいろんな時期に咲く種類があるってみんな知ってたかな。お姉さんが見ているこの桜はソメイヨシノ。日本にある桜のほとんどはこの木で一番身近な桜だよ。3月の半ばから4月の頭にかけて、ちょうど今の時期に咲く桜なんだって。その他にもまだ寒い時期に咲く桜もあるんだよ。この桜は寒緋桜といって、1月の終わりから2月の半ばにかけて咲く桜だよ。濃いピンク色がとっても鮮やかで綺麗だよね。この桜は沖縄でよく見ることができるんだって。青い海にこのピンクの桜、とっても生えて綺麗そう。あとはもっと遅い時期、4月の半ばからゴールデンウィークにかけて咲く桜も。北海道でよく見られるこの大山桜もその一つ。なんと花と葉っぱが一緒に出てくるんだって。桜って言ったらだいたい花が散ってから葉っぱが出てくるから、この桜はちょっと珍しいよね。こんな風に桜にも実はいろんな種類があって長く楽しめるものなんだよ。みんなのお家の近くの桜は何桜かな？図鑑を持ってお家の人と一緒に調べに行くのも楽しいかもね。そして小さな鉢に入っていて室内で楽しめる桜もあるし、今年はお家でお花見をするのも素敵だよね。そしてお花見団子や桜餅などなど、桜に関するスイーツもたくさん。お姉さんはお家の中で桜スイーツを食べながらお花見したいな。今日のドレミファ豆知識は桜の秘密についてでした。みんなもお花見をいっぱい楽しんでね。それじゃあバイバイ。